リコマ県の場所リコマはマラウイ北部州の県。マラウイ湖内のリコマ島とチズムル島の2島で構成される県であり、周囲を完全にモザンビークの領海に囲まれていることからマラウイの飛び領土となっている。また、中心となる都市はリコマである。本港ではこの都市についても述べる。リコマ島とチズムル島の2島で1 8 k 平方メートルの面積を持ち、 一万三千の人口がある。聖ペトロ大聖堂おそらくこの都市で最も有名なものはイギリスの聖公会が建設した大聖堂である。この大聖堂は聖ペトロに建造されており、ペトロの像はマラウィコに向けられている。1903年1月27日にジェラード・トロワー主教により設立され、1911年11月14日にトーマス・フィッシャー主教により、 聖ペトロへ建造された。大聖堂建造に必要であった建設資材及び土木技術は多数の国から輸入されたと考えられている。この都市を訪れるには運行が多少いい加減なイララと呼ばれるマラウイ湖の周回線を利用する方法やリロングアからの飛行機を利用する方法、片辺から蒸気船に乗る方法などがある。ありがとうございます。